はい、今回はですね、タイムラグが多少あります。でも普通に4速までシフトアップはします。で3速から4速に、まあ、抜ける傾向があるというような、まあ、一見健康に見えるよ、普通に走るオートマですけれども、足オートマにして快調にしたいという、ご依頼で入っています。いつものように、オートマの油圧からチェックをしています。このフィルターケース、約80度まで今油温になってます。フィルターヘッドからちょっとね、湯を湯沸けつないでここで見えるようになってます。今ニュートラルです。ニュートラルで約 6.5 キロ、エンジン回転はやや高いです。1000回転ぐらい上がってます。1000回転で 6.5 キロ、ちょっと高いです。これで、ギア入れますね。全身 D レンジ入れます。若干のタイムラグ、ちょっと回転が高いので早いですけども、若干のタイムラグを伴って、約 6.5 キロぐらいかかってます。これ3速2速です。これ1速ですね。今ニュートラル、リバース入れます。リバースに入れます。うんと、回転はまあ空いてる、850回転ぐらいですけど、そうですね、規定値っていうか最低、このセーブ上の規定値はクリアしてますけども、マシンオートマにした車、一般的な平均的な車から比べるとだいぶ低いですね。7.5 から8キロぐらいです。規定ではまあ1000回転で 8.3 キロというのが規定なので、まあ、ギリギリクリアしてますけど、これ走行しただけではなかなか気がつかない油圧ですけれども、明らかに他の車に比べれば、どこかで油圧が漏れているのではないかという症状はあります。あとここで、油圧の保持を一回チェックしましょう。切って、かけます。あれ？どこから漏れてるの？これ？一回切って入れます。油圧ランプがすぐつきますね。オイルラインで油圧があまり保持できてないということなので、さっきのリバースの油圧が低いのものと、関係がある可能性はあります。次は、ドレンの状態を後で見ていきます。ドレンをさっと入れ替えます。ドレンの魔術師梶川君です。大丈夫かな、まあ標準ちょっとついてるけど、まあそうだな、助かってるかもしれないですね。これだとギアドロブ助かっててほしいですね。はい、期待しましょう。